念のため、ズームのレコーディングもしてると怖いから。レコーディングか。レコーディングはいいけど、始まらないライブ。はい。あの、続々とスペースの方は人が集まっております。はい。YouTube の方は。あ、これでいいのかな？ストリー、あ、でもな、配信する、スタイブストリーを見る。見るって言ってもな、始まらないんだよな、スペースが。8人、スペース待機しても8人も待機していただいてる割に始まらないんだよな。え、スペースも始まらない？あ、ごめんなさい、スペースじゃない。YouTube が始まらない。あ、私も待機してますけどね。なぜ始まらない？困ったね。とりあえず今、しばらくお待ちくださいと、書いて、あれ？ちょっと、頭のいい方、ツイートで教えてください。どうやってやったら、YouTube ライブで始まるんですか？あれですよ、ズーム使ってやってるってことを言わないと。そうなんですよね。ズームでやって、ズームは配信中になってるんですよね、困ったことに。あ、本当に？うん。なんと。ズームではもうすでに配信中になっているので、で、もうすでに予約している公開始時間は過ぎているので、YouTube 上は。YouTube はどれをどうすればどうなるのっていう、これはどうするっていう、でも、Twitter の人たちはもう普通に。はい、Twitter の人たちはですね、現在もう18名様いらっしゃいます。そしたら、YouTube の人ごめんなさいして、あとでなんか始まるかもみたいな感じでレコーディングを見せてあげるとか、こういうしかないかな、とりあえず。なんか動かないよ全然。はい、動かないですね、なんでかなと。事故が起こった風なので、やった。まあ我々、はい、事故は必ず1個起こさないといけないという使命感。後で渡しますって言ってもうメッセージ打っちゃった方がいいかも。なんか始まる気配がないです。そうですね、ちょっとごめんなさい、こちらはちょっとそうします。さすいません。だからどうにでもできるでしょ。なぜか始まる。なぜかって絶対理由あるけどね。なぜかではない、絶対こちらに落ち度があるんです。で、私ズームからやったとき普通に動いたもん。何か圭一さんが手はず落としてると思う、多分。面白いね、動かないよ、本当に合ってるけど動きまへん。うふふ。あ、朝から新しいことやると必ず。そうなんですよ、大好き。でもね、インターネットの一番いいのはね、失敗してもね、リスクが少ないことなんですよ、皆さん。録画がね、できるからね。そう、インターネットはチャレンジする人を応援する媒体ですからね。そう。はい。こういうのもありなんです。ありなんです。で、レボルさん、すいません、ツイッターが調子悪くてこっち来ましたって言われてるんですけど、そうで、僕、YouTube の方が調子悪いです。レボルさん、ごめんなさい。YouTube の方が調子悪い。調子悪いんですよ、レボル先生。どうしましょう。で、ちょっと待ってくださいね。ちょっとごめんなさいねって、Twitter のスペースの集まりの、現在、21名の方々、少々お待ちください。何にも、あ、でもこっちが続々と増えてきた。YouTube からこっちに移ってきてるから、皆さん。かもしれない。うん、じゃあ、それでね。はい。朝どれ高く見せようと思ったのに。そうですよ、今皆さん一応ね、今回ね、ズームの方を一応収録してるので、この絵はお見せできます。絵はお見せできます。あ、今ちなみに絵はですね、とってもカオスなことになってます。そう、なんかキャベツをかぶっている謎の女性と、パイナップルとともに写っている謎の男がいますので、今この面白い絵は後でぜひアーカイブでご覧いただければと。面白いからスクショも撮っておこう。はい、ケイツさん、ちゃんとほら朝どれなパイナップルと、そうそうそう、トウモロコシ見てください。ん？トウモロコシ、はいはいはい。はい、チーズ。何やってるんだと、はい、もうスペース勢の人にとっては何やってるかわからんっていう状態になってますが、はい、はい、ということで、じゃあ開き直って、参りましょう。はい、
はい、大丈夫です。我々あのもう僕と高子さんが揃うと放送事故は必ず起こるものだと。違う、私の時には起こらない。私が圭一さんがメインでやるといつも起こってる。何なんでしょうね。いや僕あの言い訳じゃないですけど、そんなに僕自身そんな放送事故起こさない。私は起こしてないよ。この間ちゃんとできたもん。まあいいや、楽しいから。まあ、はい、ちょっとすいませんね、あの新しいことにチャレンジさせてやらかしました。はい、はい、ということで、ちょっとね、まだね、YouTube の方に8人が待機している状態なので、本当申し訳ないんですけども、はい、僕のコメント見えてるのかな、見えてないのかな、もしかして YouTube の方々。まさか、違う、見えてる、見えてる、私、ちょっと待ってね、ただ、多分後から来た人が見えないので、一応、コメントにも残しておいた方がいいのかな。概要欄に残しておいた方がいいな。チャットは見えるんじゃないですか？かな？うん、コメントだから。うん、あ、まあ、一応ちょっと概要欄にも残しておきます。はい、あ、そうですね。うん。はい、ということで、あのスペース、ちょっとスペース勢の、あのガチ勢というか、あの皆様おはようございます。おはようございます。朝からボッタバタの、あのチャンネルへようこそ。チャンネルへようこそ。はい。一応あのね、ちょっとすみません、 YouTube 作業をしながら の、 あの声入れで申し訳ないんですけど、聞こえてますかね、大丈夫ですかね。怒った。どっから今声出しましたか。トマトが落ちた、はい、ということで皆さん聞こえてます、僕の声大丈夫です。あ、よかったよかった、ハートマークたくさん来た。はい、ごめんなさい、ちょっと YouTube の方もやりますと大見え切っておきながら YouTube 事故りましたんで、はい、スペースのみでの開催となっておりますが、はい、あのね、今日はね、そうなんですよ、素晴らしいゲストの方がお越しいただいたので、もう粗相のないように万全な体制で迎えしております、高橋貴子先生ですね。おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日は素敵な帽子をかぶっていただいて素敵な帽子慣れないのが残念ですね。ちゃんと説明してください。はい、今高橋貴子先生はなぜかキャベツをかぶっております。はい、ちなみに僕は今目の前に巨大なパイナップルが置かれていますっていう、ビジュアルで朝から笑ってもらおうという気合は入ってたんですけど、YouTube が止まってます。タイトルだから朝どれ貴子を見せたかったし、朝どれ圭一を見せたかったです。そうですよね、野菜が手に入らない圭一さん。そう、朝一のフレッシュなあの感じで行こうかなと思ったら、そうなんですよ、昨日僕ちなみにこのブロッコリーを探すために2つぐらいスーパー回りましたからね。ブロッコリーがなんでそんなになくなるの？分かんないです。ブロッコリー本当に売り切れていて、なぜと思って。ブロッコリーってそんな希少性の高い野菜だけど。キャベツとトマトはね、まあ大体あるよね、はい、でしかもでっかいトマト想像してたんだけど、頭の線の無理って分かってミニトマトに変更した。確かに。でもなんかすごく自然すぎてびっくりしてます僕は。あれですよね、あ、今なんで自然か分かった。タカコさんのこのアイコンがそういう形してるからか。確かに。そう、色合いもプチトマトの差し色も含めほぼ一緒なので。確かに。なんかうん、そう、一方的に違和感がなかったんです。グリーンの服着てみたから、はい、変化は溢れる感じかもしれない。そういうことですね。はい、ということで、はい、消えそうになるのでこう後ろの方に引き気味なんですけど。はい、ということでね、皆さんちょっとご迷惑おかけしました、すいません。ということで今日はね、今度7月の6日ですよね。7月6日私の誕生日です。はい、そう、誕生日の日に本を出版するというね、さらにパーティーまで開くという。そう、はい、今ね絵は見えてないですけど、我々2人とも本を持ってるんですけど、タイトル、そうタイトルは、もう時間がないと悩むあなたに送る感情時間術。パフ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 、パフパフパフとね。そうその本を、まあ、今度出版されるんですよ。で、まあ、僕もね一冊いただいて、もう見てはいるんですけど、結論から言うととってもいい本だったんです。だから、なんか桜っぽく聞こえます。
いやいやいや、僕本当のことしか言わないんで、あのこの朝美ジョークの皆さん、僕嘘つかないこと知ってるんで。そうですね、じゃあそれは本当に信頼関係のもと書評いただいて、信頼関係のもと、はい、そうなんですよ、なんかテレフォンショッピングのノリみたいになってますけど、いやでも本当あのっていうか、そうなんですよ、朝美ジョークの中で僕結構時間管理術の話は、うん、あのちょいちょいさせてもらってて、ケイチさんしそうですよね、だってライフベアとかもやってますもんね。そうそう、でライフベアの話もしたことあるし、その、ね、とにかく細かいタスク全部書き出しましょうとか、まあ、そっち系の話はよくさせてもらってて、でそっち系の話を皆さん信じて今まで聞いていただいたと思うんですけど、高子さん全く違う話を今日全く違う話、悪い人みたいじゃないですか。いやいや、もうあ、ケイチさんの言ってることって正しいけどつまんないなと思ってたけど、高橋さんの方が楽しそうだと思っていただけるんじゃないかなと。はい、思い、まあでも正直ね、僕もそう思っちゃったんですよ、自分で。まあ、正しいと面白いは違うもんね。そうそうそう、で結局面白い方が続くんですよ。わかります、わかります。うん、しかもね、両どっちとも、まあ言ってしまえば別にどっちとも結果は出るじゃないですか。結果は出ますね。で、うん、まあ、なんなら両方のやり方でやってもらうのが本当は一番早いんですけど、うんうん、でもできない人が多いから、はい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 、ね、そのあたりはね、女子を救うために書いたものです。うんうん、そうですね、どちらか女性向けかもしれないですよね。男性も多分目から鱗って感じだと思う。いや、もう僕は まさに目から鱗でしたので、うん、うん、あ、こんな考え方、確かに言われてみたら結局行き着く先はまあ一緒っちゃ一緒なので。そうですね、うん、ただ そこに至るまでの、まあ、まさにね、書いてある感情コントロール、はい、感情のコントロールのさせ方が違うなと。そうですね、はい、うん、はあると思います。はい、で今日はもうネタバレでたくさん喋っていただこうかなと思ってたのに、冒頭10分ぐらいを放送事故で埋めるっていう大失敗を話してるんですけど、はい、ね、冒頭貴重な30分中の10分、もう30分ですよ。皆さん、もう今回はですね、低評価ボタンたくさん押してもらって大丈夫。ダメダメやめてやめてください、私のせいじゃないのに、うん、はい、で、そうそう、ちなみにじゃあ高橋先生、早速ですけど、ちょっとざっくりで構わないので、そう、はい、本紹介というか、なんかどんな内容書いてあるかとか教えてもらってもいいですか。こちらの感情時間術っていう本が、感情で時間をコントロールするっていう、言うてしまえばまんまな感じなんですけど、うんうん、でも今までの時間管理術ってどちらかっていうと、時間を切り刻みながら隙間時間にどんだけ入れられるかとか、まあ、マルチタスクにしても物理的にどうマルチでタスクするかみたいな、そういうノウハウが書かれた本がほとんどで、いわゆる左脳型と言われる時間術の本がほとんどなんですよね。はいはい、今回私が書いたのが右脳型、要は感情、脳の方の感情、喜び感とか、あとは自分がどういうふうに思って楽しいとか、その感情で時間をコントロールするっていうやり方を書いているので、別に増やすためにアプリも手帳もいらないっていう、そういうまず大きな括りがあるんです、うんうんうん、でその、裏側は実はもうすでに皆さんが体験したことがある経験を使ってやっていくんですけど、うん、どんな体験をしたことがあるかというと、楽しい時間は早く過ぎて、つまらない時間は長いと感じるっていう、うんうん、これを使う使い方を書いてある本です。うん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 、誰も経験したことありますよね、楽しい時間はあっという間って。そう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 、うん、だからあっという間っていうことは、なんであっという間なのかっていうのは、感情で体感しちゃってる時間の長さなんですよね。うんうん、辛いなっていうと、なんか長いって感じるのも、これも感情で体感しちゃってる長さということは、楽しい時間で短いと感じている時間、物理的には増えなかったとしても、うん、密度がすごく濃い時間になっていくんですよ、ね。うん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 、まあ楽しいで一日をいっぱい埋めると、密度が濃い時間を過ごせるから、結果として充実してる形になるので、人生幸せになりますよねっていう、うん、だから時間がないっていう人の場合には、もちろん探せてないっていうのはあるけれども、
本の中で書いてある、まあ、結論的な部分で言うと、楽しくない時間は手放しましょうっていうことなんですよね、うん、なので仕事にしても、例えば辛いと感じる時間があったとしたら、それをどういうふうに過ごせばその時間楽しくなるのか、ないしは手放す、辞める、転職するとか、そういうことも選択肢にあるので、なるべく感情によった形で時間コントロールして知っていきましょうっていう方法が主にいっぱい書いてあります。時間術の本だから、私が実際にやってるのは右脳と左脳と両方使ってるので、左脳型だとどういうふうに習慣スケジュールを組めば余裕を取っていけるのかとかいう、そういう方法もちらりちらりと書いてあります。わかるかな、こんなんで大丈夫です。ただもう 大前提から違うっていうのがもう皆さん分かっていただいたんじゃないかなと思うんですけど、多分僕がいつも伝えてるのが手帳を使いましょうみたいな。もう今あの口を開いて2秒後にはもうそこからずれてるなっていう、あのそうそう、手帳はだからいらないっていうのは、一応ねキャッチコピー的な歌い文句的にキャッチーだから手帳いらないって言ってるけど、いや私使ってますからね、 Google カレンダー。それはやっぱ物理的にこなしていくにはね、それはやっぱ何時に何が全部覚えきれないですから、そういうことではなく、うん、人生を豊かに過ごすための時間の過ごし方と使い方ということを感情からやる、うん、でもう一つ言うと、結局、なぜ時間が、足りなくなるのかっていう人の分析すると、うんうん、大体考えてたとか止まってたとか、あの落ち込んでたからとか、やる気が起きなかったからっていう理由が多かったんです。その感情をなくせばもっと早くできたはずっていうことがまず大前提、なので、あの感情をコントロールできるとサクサク仕事も進むんじゃないかなと思って、そのコントロールの方法を教えてます。なるほど、ありがとうございます。そう、あの、ね、キャベツのポジショニング難しいですよね。そうそう、キャベツのポジショニング、はい、ちょっと今熱く喋っちゃったから首が動いてる。違う、キャベツの。ああ、もうこの面白い絵見せたかったとか、後で録画があるんで録画で見てください皆さん。あの動くとトマトが落ちる。はい、うん。せっかくこんな面白い絵を用意したのに。はい。はい、でもありがとうございます。はい、そう、あのそういうふうに感情をコントロールすることによって、まあもうね、時間の管理云々も、まあ、もちろんそれも大切なんですけども、はい、僕も時間に対する考え方、意識の向け方、はい、をもう変えていきましょうよと。でもあのやっぱり楽しい時間っていうのを過ごすっていうのは、それって要は時間が濃縮されてるっていうことなので、うん、あの、はい、あのもうね、目の前の高橋さんもめっちゃ楽しそうにされてますからね。まあこういうあの時間を過ごしていただくのが大切。こんな 朝からこんなバカなことして大変って感じ。そうですよね。あの大丈夫かな、なんか高子さんのあの生徒の皆さんから、この圭一さんって人は高子先生なんてことさせるんだと。大丈夫、これもう自分からやるって言って、なんか朝起きられない私が起きてやる朝どれ高子頑張るとか言って言って、野菜だろうって言ってかぶってみたって感じ。そうなんです、そうなんです。自分でやってるだけだから大丈夫、うん、でもまさにこういうことかなって、あの正直ですね、僕もねキャベツをかぶってくださると思ってなくてですね。はい、ただあのなんかあれなんですよ、あの高子さんとお話してると常になんかあの先の予定を楽しいものにしよう、楽しいものにしようというか、それはあるね、うん、それは、うん、でなんかすごくあのその予定に対してあのすごく楽しみみたいな感じで突っ走っていかれるんですよね。ついてきてくれてありがとう。いやだからこそ多分楽しいことをしようっていうふうにしてるから、多分そのね、わざわざ野菜を買いに行くとか、あのキャベツで帽子を作るなんていう、言ってしまえば手間の部分を多分ね、あのパッパッパッとやっていただいてるし、そもそもさっきちらっと出版のね、あの出版日と、あと出版の日にあの名古屋でね、僕もちょっとお呼ばれあのして、うん、そう、出版イベントがあるんですよ、名古屋の、あの、名古屋で。しかもね、なんかもうあの言葉ではなかなか説明のできない、あの超豪華な結婚式場で出版式場、
パーティーに借り切るというもうあれすごいなと思って、それでまたね行ってきたらまたねレポートしてくださいね、その凄さを、はい、またまたちょっと一人ぼっちですってなってるかどうかは結婚式とかも自分の時にはろくろくお金がなくて大したとこで結婚できなかった、今更すごいとこ借りてる、そうだったんですかでもそうそう、でそれはなんていうのかな、結婚式場がすごいとか、あの誕生日に出版なんて奇跡ですねとかそういう話じゃなくて、僕裏側してるからそれ言えちゃうんですけど、言ってそう、高子先生ってそもそも僕たちがあと前お話したのが12月ぐらいですよね、12月ですね、うん、12月ぐらいの段階ですでにこの日に出版をしたいって出版社に言いに行ってるんですよねそうね、12月の段階でね言ってる、うん、10月、なんなら10月だね、企画を取った時の契約をする時に今回は4月6日に出版したいんでって言ってある、うんうんうん、そうもうここから全てが始まってるんですけど、4月6日にしたいんでって言うと、いつに私原稿をあげればいいですかって言って、うんうんうん、あるから、で逆算してじゃあね、この日ぐらいまでに原稿くださいとかって言われて、うん、それより1ヶ月くらい早く渡してるかな原稿、うん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 、それはなんか一般的な著者のスピードで言ってくれてる、うんうん、けど早く渡せば早く作ってもらえるかもしれないじゃないですか、はい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 、でそしたらやっぱり6月の札幌後から入れたんですよ、であと1ヶ月早く本が欲しくなったとか言って間になったらお願いしたいとか言って私が1ヶ月早く出しちゃってるもんだから、うん、なんとか頑張りますあ、だからね、僕も手元にこれがあるんですね、間に合っちゃったみたいな感じ、なるほどなるほど、そういうことか、1ヶ月の札幌なんか生どれじゃないけども出版されのまんま出版社じゃなくって印刷所から直送札幌ですからねすごい、だからその本人の編集長のところに届くのと札幌とほぼ同時だったという、おそれぐらいの勢いだった、ギリギリになった、はいはい、でもまさに、まあ、そんな感じなんですよ、とにかくなんか自分がしたいって思うことをもう素直にされて、でなんか僕がこの間ねメルマガでちょっと書いた一言が高子さん的にも大爆笑だったみたいなんですけど、大爆笑大ヒットで、もうそれで本書いちゃおうかなと思ってそうそうそう、なんか7冊目の方がそういう本になるかもしれないちょっと言ってあげてくださいよ、ケイツ、そう、あ、はい、僕がねメルマガに書いたのが、まあ読んでいただいてる方も多いと思うんですけど、はい、その高子さんはよく思考がね、思考は現実化するっていう有名な本あるじゃないですか、ナポレオンヒルさんの、ね、あれね、私もよく言いますけど、そうそうそう、でも高子さんの場合違って思考を現実化させるだなっていう話をメルマガで書いて、であれね、特別僕と高子さん何も裏で喋ってないんですよ、あれ僕は勝手に一方的に書いて一方的に送ったんですけど、はい、私もメルマガ登録してるからね、はい、メルマガ見て大爆笑したとおっしゃってふわっとしてるけど、させるって言ったら誰でも頑張ればできそうじゃないですか、そうですよね、そうなんですよ、待たないといけないけど、させることができるんだったら全部叶うよねっていう感じ、うんうん、まあ、全部叶えてるんですけど、やりたいことは、うんうん、でもそう、本当まさにそういうなんていうのかな、まずやりたい、これやったら私絶対楽しいっていうのを前面に置いて、じゃあそれを実現するためにはどうすればいいんだろうっていう、もう、そう、行き着く先をワクワク、もう楽しさっていうところをゴールにしてやって見えるんで、もう全てが常に楽しそうにされてるみたいな、そうですね、うん、そうだからさっき言ったようにまあ、この本の中にも書いてあるんですけど、うん、大抵仕事が進まなかったり計画が進まない一番大きな要因って感情なんですよやる気が起きないとか、なんかちょっとイマイチな気分で進めないとかっていうことは、それ自体をなくしてしまえば楽しいだけしかなかったら絶対にやるはずなんですよ、うんうん、領域ってそうじゃないですか、ですよね、だからなるべく楽しい時間で埋めるっていうためには、うん、自分で自分の時間を奪ってはいけないっていうことも書いてあります、うんうん、要はないと感じる時間を手放すっていうことを自分で決定しないといけないから、うん、そこは結構大きなポイントかなと思ってます、そうですよね、
皆さんその自分の時間を奪ってるのは第三者、他人だと思ってる人が多分大半、うん、で実際それも合ってるんですよ。それもこの本の中に書いてあって、他人が奪ってるっていうのも書かれてるんですけども、実は自分でも奪ってますよって。そのつまんないつまんないと思っていて、本当それもし仮に楽しいと思ってたら10分で終わるような作業をつまんないがって思ってるがためにそれに4時間かけてるみたいな。それがね、実は一番無駄な時間を使ってるんじゃないかなと思っていて、奪われるのはね自覚できるんですよ、はい、でも自分が奪ってるのは自分で自覚できないから、そこを手入れるだけでも随分時間って増えるはず。そうで、今時間が増えるってワードがあったんですけど、今の話だけじゃなくて、多分そこの感情が変わってると、その時間に対するそのなんか意識の向け方、まあ、さっきも意識の向け方って言い方しちゃってるんですけど、多分細かい時間とかの扱い方とか、そういうのも自然に全部変わっていきますよねっていうようなところ。だって楽しいことだけで大体基本埋まってるから、うん、それをやるために次やらなくちゃっていう気分じゃなくて、次次とかいう感じ。あの楽しいことならね、みんなね隙間時間に全力を尽くすんですよ。そうなんですよ。あの時間がある、これやりたいこれやるとか言って その環境を最低でも自分が作ってあげることの方が、うん、その上で手帳は扱うのがいいかなと思っていて、手帳ダメって言ってるんじゃなくて、そもそも手帳買ってもそれを実践できないのは感情のコントロールが終わってないからだと思って、ね、手帳にこう記載した時の頭の中にいる自分はそれを完璧にこなしてくれる自分だったはずなんですけど、そう実際の自分は完璧にこなしてくれないんですよね。そうだから、でも会社員でいやいや仕事やってるんですけど、そんな私はどうしたらいいんですか的なことを言うんだったら、うん、究極のことを言ってしまえば、いや会社辞めたらいいっていうのが究極なんですよ。あ、まあ、そうなっちゃいます、うん、いややってるっていうんだったらね、いや、うん、お金がなくなったら困ります、じゃあやるしかないじゃないっていうふうになったら、やるしかないじゃないの中に少なくともその時間縛られちゃうんだから、うん、なんかいい感じに使えるように頑張る努力をするか、もうそれこそ本当会社辞めちゃって、うん、もうライスワークみたいな形にしたパートじゃないけどなんか違う時給のものをしてでも楽しいことを追いかける勇気と覚悟があるのかっていう世界になっちゃうので、うんうん、どっちもやっぱ感情的な部分ですよね。そうですよね、うんうん、まあ、私はどっちかというと後者を進めたいところだけどね、うんうん、これをやってでもやめて成功するんだっていうふうにやればやれるかなと思ってるんですよ、うんうん、実際にそうしてるし、会社員の安定職ね、あのバサッとやめて準備して独立起業してバーッとやってますから、うんうん、そんな雰囲気。そうですね、やっぱりそこは、まあ、あの今日は、ね、企業の話じゃないで、またあの今後語り出すのは2人で、ね、ここからまた3時間ぐらい喋るんですよ。ただね、まあ、それも一つやっぱ時間を作る、結局起業する理由って時間を作るためだと思うので、そうですね、自分、うん、コントロールしやすい時間を作るのは、まあ、雇われの身よりは自分が仕事を作っていく身の方が作る、うん、そういうことですね、うん、ただこの本はね、ぜひ皆さんこれ手に取っていただきたいです。7月6日に発売、なんか今もアマゾンキャンペーン中なので、後でね僕のツイートの方にもアマゾンキャンペーンのそのリンクはね貼らさせてもらうんですけど、僕とそっちも入ってます。1冊買っても次にセミナー2時間聞けるんで、時間術のセミナー、うんうん、そうですよね、そうセミナー付きなんです、これ買うと、買うとキャンペーン中に買えば、はい、うん、ぜひ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 、はい、ということで、実質20分の朝ビジョークでしたが、朝どれ高校、はい、朝どれ高校、皆さんどうでしょう、今日の話は役に立ちましたでしょうか。なんかね、時間が短かったってクレームは僕の方にお寄せください。すべては僕のせいなので、はい、ちなみに今が、あ、今でもすごいですよ、今30人いらっしゃいます。あ、そうなんですね、はい、ありがとうございます。あれ、ケイチさん、これってケイチさん自身はこの後ってどうなってるん、僕です、はい、僕はこの後この朝ビジョークのひたすら編集ですね。ひたすら何どういうこと、どういうこと、この後どうなってるってのは、今日は朝ビジョークは閉じるとするじゃないですか、はいはい、録画はしてるでしょ、録画してます、録画をもうちょっと、あ、
またキャベツが落ちた。録画もちょっとして、もうちょっとだけあのそこの時間の話したのを後でお届けする。ああ、そうしましょうか。結局なので録画バージョンで、だからセページもカットしてもいいけど、録画でお届けします。じゃあ皆さん、アーカイブをぜひご覧ください。ね、ちょっとね、今はね、皆さん朝の忙しい時間に時間作っていただいてる方も多いと思うので、はい、ごめんなさい、本当に。大丈夫です、うん、ただね、今日本当たくさんお越しいただきありがとうございます。ちょっとお声掛けだけしようかな。あの、ちょっと一気に一気に上げ声かけるのごめんなさいね。あの、小鳥さん、マイカルさん、野内さん、カオルさん、ノコさん、ミーさん、西田さんと、百さん、おさむさん、カジーさん、レボルさん、稲葉さん、エヴァさん、滝沢さん、添田さん、かなえさん、ボブさん、ひろにこさん、綾野さん、玉崎さん、マッキーさん、ニアンさんかな、サチオさん、クミさん、ジュンロさん、カクマンさん、ナランハさん、杉葉さん、ジュンコさん、よし、一息で言えた。ちょっともう三欠気味になりかけましたけど、ね、たくさんの方、今日お越しいただきありがとうございました。おはようございます。見せられないけど、ありがとうございましたって。本当ちょっと1個怒ったトマトが探せない。あら、はい、あの後でちょっとあのキャベツをかぶった高子先生を後でちょっと見ていただくとしてですね、はい、はい、あのちょっとドタバタの、相変わらずドタバタの感じでお届けしておりますが、はい、じゃあ今日の、ね、サビ紹介以上とさせてもらいます。あの、はい、今ね、ありがとうございました。で、アーカイブ、先ほど言ってたアーカイブはですね、僕の固定ツイートを見ていただくとアーカイブの視聴方法書いてありますので、ぜひぜひそちらご覧ください。はい、はい、ではそういうことで皆さんありがとうございました。ありがとうございました。手を振っても見えない。手を振っても見えないですけど、はい、はい、大丈夫ですよ。ではでは失礼します。裏トークということで。はい。はい。もうたまったもんじゃないですね。誰ですか、こんな事故る人、本当にもう。もうなんか、もうでも だいぶ慣れた。もう3回目だし。アフタートーク10分とか15分とかしてみようか。はい、あの。ということで、皆様、改めまして。を撮ってるもののために対してちょっとさ、はい、怒っちゃってさ、まあ後でゆっくり探せない。これとかどっか転がっちゃったみたいで、机の下っぽくて1個探せないから、ちょっとあらら、もう1個。いやだって今日こんな感じで買ってるから、はい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 、大量。あ、わざわざキャベツ半分に切ったんですね。半分に切った、半分キャベツ。あ、また怒った。あ、なんか大きい部分をかぶってるんだ。かぶせやすそうだ。これ一応3枚かぶってるの、これ。ちょっともう一個つけとくけど。はい。いや、本当に。あ、でも朝どれの時間終わったからいいのか。キャベツこのまんまがいい。とどちらでもいいです。朝どれタイム終わったからちょっと。朝どれタイムは、はい。はい。ちょっとまともなタガゴで、よし。そうなんですよ。そう、朝ドレで思い出して、前回僕どっかでこのネタぶち込もうと思いながらぶち込めずに終わったネタがあるんですけど、うん、あの今日が朝ドレタガゴなので、前回のトークライブは酔いドレタガゴですねっていう。ああ、そうだ、本当だ。言、はい、いかけて忘れてました。これをなんかアーカイブ出すときに言ったらいいんじゃないですか。酔いドレタガゴはあれ、でも酔いドレもあれ、URL はあの限定公開の URL でそのまま見れるから。そうですね、あの酔いどれも、はい、酔いどれも完全に酔いどれって名前になりましたけど、でもむしろ酔いどれの方が真っ当じゃなかったですか。真っ当ですね。今日はもう完全にトラブル処理に約半分、はい。いやーねー、ちょっと本当にもう楽しいから、全ては楽しいからっていう一言で片付くっていう。ああ、楽しいっていうのが一番です。そう、落ち着けば大概のことは許されるっていうこと。そう、まあ、それに甘えちゃいけないんですけど、あのなんか我々のなんかこの2人のコラボの場合、なんかそのトラブルを楽しみに見てくださってる方も、そうで、ないと案外つまんないみたいな。そうそのキャラでいいのか、私たちみたいな。次はどんなトラブル仕込みましょうかみたいな。思考を現実化させるんでしょ。トラブルを現実化させちゃダメだな。仕込んでないよ、ちなみに。そう、完全な事故で。てか謎ですよね。だって自分ではライフストリーム中になってるんですよ。確かになってるよ。なってるけど、なんかがあるんじゃないの。なんかね、まあ、ごめんなさい、本当に。ちょっとあの YouTube 叱っときますわ、本当に。
現実化しちゃったんだよ。トラブルあったりして聞けとか言って。ちょっとトラブルあった方が美味しいぞって思って。だって2人の思考が現実化しちゃったんだよ。本当にもうね、お受けしました。はい。はい。まあそんな感じで、あの朝ドラで、あ、てか、ごめんなさい、ちょっと僕、あの、高子先生のあれだけちょっとツイートしておきます。アマゾンキャンペーンだけ。あ、ありがとうございます。はい。ちょっと待ってくださいね。怒ったトマト踏むとさ、悲惨じゃないのか。あ、もうそれは悲惨ですよ。もう今日一日終わったみたいな感じになりますよ。なんでないの？不思議。絶対にだって家の中になかった。それは家の中になかったらもうホラーでしかないです。だってパソコンの下めちゃめちゃ危険なんだけど、今見てるんだけど、いないのはなんで。絶対机周りにいないとおかしいんだよ。これ踏んだり嫌だし、あと星星のカビカビになって見つかっても嫌じゃない。確かに。あれですよ、トマトはあの乾かすことによって甘みが増しますから。ああ、そっか。干しトマトが出来上がるかもしれない。そう。はい、ということで今ツイートもしました。はい、ということで改めてありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、朝どれたかこういかがでしたでしょうか。ね、本当にね、ありがとうございました。うん、まああのね、でもあのすごい実はあの結構スペースの方の画面ね、これは僕の方からしか見えなかったんであれなんですけど、結構スタンプとかもたくさん届いてて、あ、そうなんですね。はい、あのハートマークやら拍手やらたくさん来てたので、あの、そうなんですね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。で、たくさんの人もね見に来てくださってて、はい、おそらく初めて見た名前の方が数人いらっしゃったので。あ、そうなんですね。うん、多分あの この件で初めて来ましたみたいな方も何人かいらっしゃったんじゃないかなと。はい。こ、のルームは本当朝から濃いい話が多いからね。うん、いや本当ありがとうございます。なかなか聞けないけど私。いや、そんなもんですよ。あ、だからあのアーカイブができて本当に感謝してますってお声も増えましたし。そうですね。やっぱり、ね、あの時間結構準備わちゃわちゃしてて、それを聞きながら、しかもスタンポスとかなかなか無理って感じだけど、聞きながらはどうにかできなくはない。まあクラブハウスも大体そうなんですけどね。うん。だから主催者の人本当に尊敬する。いやいや、もう僕はね、独り身でね、チャランポランにしてますからね、もうその辺はだからこそっていう、はい、感じなんですけども、はい、まあ、とりあえずね、まあ、そんな感じで、高橋孝子さんに今日はご出演いただいて、はい、ありがとうございます。いよいよちゃんとこの仕様でね、ツイッター仕様で、ね、まあ、僕だけまだここにパイナップルさんもおりますけども、あ、ね、かぶってたね、こうやってね、そう3枚ハイでかいかいかぶってみましたよ。すごい。こういうとかやるとなんかあのね、困ったことに違和感がなさすぎるんですよ。キャベツだけどこういう帽子ありそうだね。そう。あのなんか若干突っ込みに困りましたもんね。あのこう違和感がなさすぎてですね。あ、かぶってそうと思いましたから僕。何でもこう自分流にちゃんと自分のファッションに溶け込ますことができる。さすが、はい、野菜ごときでね、主役を譲らないという野菜を支配する。はい、ちなみにちゃんとこれ後で三切りにして食べますからね。あ、さすがです。僕もこれ今日のフルーツです。しちゃいけないからパイナップル食べてください。今日はこれ、はい、僕の今日のおやつですよ、はい、これ、はい、あと焼きもろこしを食べてね、はいはい、ちょっと向いてみたら思いのほかひげが多くてびっくりしました、ね。ひげだらけやんと思って。でもそんなもんですよ。で、皮付きの方がでもやっぱ美味しい、向いてあるのより。です。間違いない。うん。茹でる方が美味しくて、だからたまにやっぱそれ北海道のなんとかとかイオンに売ってる時あると、向いてあるやつと向いてないやつだったら向いてない方を買うもんね。一部はね向いててほしいんですよ、やっぱあの一部だけ、うんうん、そうすると粒が揃ってて綺麗なやつの方がやっぱ美味しいんですよ、ギシャギシャのやつ。ああ、なるほど。だからそれはちょっと一応見たいから、抜けないから私が、だからちゃんとね向いといてくれてる、一本の筋のとこだけ中身がどうかって分かるように。
ありますよね、あの、ほんと歯並びの悪い人みたいな。そうなんですよ、ガチャガチャのやつよりね、やっぱね、粒きれいに揃ってる、ピカーンとしてるやつの方がやっぱ甘くて美味しいんですよ。うんうん、だから、剥いてあるやつの中の、だからいいのから触れていく、やっぱり、あのガチャガチャのやつ、最後残ってて、さらに全剥きのが最後残るみたいな感じ、足売り場見てると。朝行って、会って、夕方とかないもんね、剥いてるやつは。なんでトウモロコシやねみたいな感じですよ。あ、やめよう、今のツッコミが入ったからやめよう。これバーベキューだと皮付きの方が美味しいんですよとか言いかけたけどやめよう。話をさらに広げる気でいました、僕。やばい。どっかで披露してください、雑学ネタは。そうですね、はい、ぜひぜひ。ということで、あの、改めまして、あ、エアコンの残すの落ちましたが、はい、食べられない、あの、こちらでございますよ。はい、このね、このキラキラしてる感じも含め、こちらが7月の6日に発売される、はい、誕生日ね、キラキラ、そうなんかやっぱりね、魔法にかかってほしいみたいなイメージもあって、時計、でちょっとやっぱあの魔法とかかけるときってなんかチャラリラリラキラキラキラみたいなのがあるじゃないですか。だから、あの、私いつも白押し前提で契約してるので、出版社と、あの、表紙白押しにしたいですみたいな感じで、それが出版契約の時盛り込まれる不思議な著者なんですけど。先生、すみません、白押しっていうのは要はこういうキラキラしたやつってことですか？そうです、白を押すって感じで、当然ですけど高いです、普通の印刷より。でしょうね、当然ですけど高いです。だから、まあ、目立つっていうのと、まあ、私のブランディング的にね、あの、キラキラして素敵でしょっていうブランディングなんで、出してる本全部一応発行紙でやってるんですけれども、だから、あの、何冊目はどんな表紙にするかっていうのをもう企画書出した時点で本屋さんとか見に行っていて、この箔で行きたいなっていうのが頭にあるので、それを、あの、こういう感じの表紙のイメージでこの色使いたいんですけどとか言ってあるという、本できてないよ、できてないんだけど、書いてないんだけど、こう現実化させる方は違いますね。そう、そんで出版社の人も私がそういうふうに投げかけるから、やっぱそういう目線で箔のある本を探しといてくれるんですよ。実はこのレインボーゴールドを探してくれたのは、その編集の人、編集の部長だったんです。へえ。私はなんか今回薄紫っぽいちょっと上品な感じのやつを探してて、そんなのいいかなと思ってるんですよねって言ったら、高橋さんとかって、なんかレインボーゴールドっていう箔があるらしい、やばいとか言って、これね、この感じね。そう、ほんでなんか私もそういう視点で見てたら見つけたんですよ、そういう本が、あ、これだと思って、こんな感じですかって、あ、そうですみたいな感じになって、ほんでこれになった。おお、予想通り、背表紙のキラキラ、いや、ほんと、いや、さっぱ強いなぁ。すごいなと思って。あ、そうだから、あとね、もう一つ、そう、みんなの話とか聞いてていつも思うのが、あの、言ったらいいじゃん、聞いたらいいじゃんっていう言葉を私よく言うんですよ。生徒さんとかの意見とか聞きたいような時とかに、なんかそんなことを言ったら迷惑かなと思って言わなかったとかっていう話とかよく聞くから、いや、迷惑かどうかは向こうが決めることだから、言ってみて引かれたり嫌な顔されたらごめんなさいって謝ればよくって、とりあえず言ってみるってことをしないとその先が進まなくて、要は意見聞きたいんだったら聞かないと答えが出ないよとかって、間違いない。そうだから、あの、言ってみて、そこで仮に引かれたらごめんなさいをしようと思ってて言うと大概通ります。そんなに向こう嫌な気分にならないことも多い。もしかしたら嫌に思ってる時で、この人嫌いって私のこと嫌われたら去っていくだけなので、去られてないうちは大丈夫なんだろうと思っている。なるほど。だから、そうすると大概それこそ思考は現実化させるの方の話になっちゃうんだけど、そういうふうになっていくこと多いですよね、やっぱり。もうそこは正直ね、僕も弱いところなので素直に尊敬します。あ、僕はもう本当無駄に気にしちゃうタイプなので。そうなんですよ。で、大概のことは私のね、肌感覚だと8割は通るはず、2割はもしかしたら何か思われるかもしれないけど、8割ぐらいはそのままするって言っちゃうことが多いから、言ったもん勝ちって感じですかね。なるほど。
そういうイメージがある。だからなんだろう、多分邪魔するのって嫌われたりとか恥ずかしいとかじゃないですか。だいたい言えない理由って嫌われると嫌だとか、うん、嫌われるもそうだし、まあ、結局これも僕自分で自覚してるんですけど、はい、相手というよりは結局巡り巡って自分を守りたいだけというか。ああ、はい。そう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 だそうだ。うん、それは一般的な感情としてもちろん理解できるんだけど、なんだろうな、欲しいものには貪欲に生きた方が自分の人生は楽しい。うんうん。うん、うん、と思って。だから無理ゲーかもしんないけど口に出して言ってみて、そこに向かって言ってると誰かがヒントくれたりとか、それこそ近道教えてくれたり、うん、こんな道があるよとかって言ってくる、そっちあるんだとか言って、うんうんうん、ことができるから、とりあえずね、言うっていう、口から出すっていうことの方が、簡単にそれが叶う第一歩かなと思っていて、うん、いや、まあ、周りでうまくやってる方もそんなタイプばっかなので、とりあえずもう無茶なことでも言ってみる、うん、そうそう、だって無茶なこと言ってやってるよね、これね、うん、これはまあこれは無茶か無茶かな、まあ僕は完全に思考の外でしたけど、確かに無茶じゃないけど、だってこれするために私買いに行くという、それをしなくちゃいけなくてですね、はい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 、これを仕込むためにもうちょい早く起きなきゃいけないわけですよ、うんうんうん自分のお疲れ様でした、時間の話になかなかなんないね。そう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 。僕も今それを気にしながらですね、大丈夫かな、時間の話にならないけど大丈夫かなと思いながら、はい、だから時間も結局なんだろう、感情が生み出してるもので、うんうん、物理的な時間は確かに刻まれちゃう時間なんだけど、うん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 、支配される必要はないなと思うと途端に時間が増える、うんうんうん、で実際に私のクライアントさんに先に原稿を渡してる人とかはもうすぐに実践してくれていて、うんうん、有効に使えるようになったってみんな言ってるもん、うんうんうん、いや本当それは分かります。僕ももうなんか手応えというか、やっぱまず試してみたいと思えるっていうのも大きいかなと思うんですけど、それはね嬉しいです。だって買う道具いらないからね、まあ本は買わなきゃいけないけどね、うんうん、道具いらないで感情のコントロールだから、もうすでに自分の中にあるものをどうするかだけだから、うん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 、どこあたりとか実践した、なんかしたケイチさん、まあ、まずはやっぱね、楽しい目標を立てようってところを、そうそう、あ、それはいい、それはいい、まずはもうそこですね、第一歩として、うん、だから私たちの場合とかほら、ライブとバーベキューでしょ、大体、まあ、ライブとバーベキューもだし、まあ細かいの言ったら僕やっぱりバイク乗ってちょっと、あー、いいですね、走り回りたいとかで、こういうのってやっぱついつい後回しにしちゃうんですよ。後回しというか、なんて言ったらいいんでしょうね、その要はこれが終わったらとかいうのをずっと続けていく、いやこの日に行くんだっていうふうじゃなくて、ああ、そこがね真逆かも、うんうん、先にまずそこをやって、そこがあるから他の予定全部避けるって感じ。そうですよね、うん、ああだから、まあ、一番先のは今ね、2年後にフランスに行くっていうのも決まってるんです、うんうん、うちのクライアントさんでやっぱフランス行こうかっていう、まあ、まあうん、ざれ事っていうか、まあフランスいいねって、行きたいねっていう話を言って、行きたいねが出て、みんな3人が行きたいねって言ったらもう日付決めるもんね私、うんでその2人がもう来ないって言ったら1人でも行くかと思って日付決めるんだけど、一応来年はツアーがここにあるって、もう3カ所ぐらい回ろうって決めてるから、そこを避けると来年もう2冊もしかしたら1冊書きたいからちょっと厳しいかって言って、再来年のフランスの気候が良さそうなところってフランスの気候って調べて、で6月で月末月初きついから中間で行こうかなとか感じで、もう日付8日間取るって言ったらもうピンポイントで日付出ちゃいますよ、うんうん、で何日にって言ってもう決めて、2人にこの日開けといてって言って、はいって言って2人も開けてますよ。ってことはもうそこ行くんですよ多分。だってそこの、2年後の6月に行くっていうと、多分ツアーの予約はその前の半年前の12月とか10月に取って、パンフレットも大体その時期には出てるはずなんで、うんうんうん、っていう感じで、それもまた予定入れちゃいます。ツアー探しに始めるとか、うん、でそこ決まってれば、じゃあ
ちょっと遊びたいよねって言って、ちょっとゴージャスにしようかと思ったら100万ぐらい貯めとこうかって思ったら、100万どうやって稼ぐかって考えないといけない、うんうんうん、全てそんな感じだから、あのもう予約するときに100万貯まってるんですよ。だってなるほど、うん、そうすると100万で行けるとこを晒せる感じ。それも普通の人だと100万貯まったら行こうかなになってるんですよね。そこに向かってどう稼ぐかを決めとくみたいな、うん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 、なんなら10万を10回貯めれば100万じゃないですか、うん、なんなら5万を20回貯めれば100万じゃないですか、うんうん、だから100万じゃなくてもいいですよ。分かりやすいから100万って言ってるからって別に、うんうんうん、っていう感じでやるとお金がないからいけないっていう言い訳もなくなるし、時間がないからいけないっていうこともないんですよ、そもそも取ってるから。うん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 、大概一般的な用事って2、3ヶ月前に入ってくるから、1年とか半年先を予定立てとけば、そこがためにいけないってことはまずないですね。避けるから全てを。これが究極の時間術&思考は現実化させるのポイントですよ。ちょっとハイブリッドな次なる一手まで。そしたらもしかしたら7冊目じゃなくて6冊目ぐらいにしといて、この出版社とセットで出した方がいいかもね。続編に近いような、ぜひぜひ次は思考を現実化させる時間術も使いましょうみたいな感じで。あ、ぜひ、あの言い出しっぺの長峰ですってちょっとドヤ顔で。なんだ、出版記念パーティーではすごいいい場所を取ってお待ちしてます。みんなが引いて座ってくれないまんま。またポチョコンとこう。あれ自由席だったからそんなことになった。うんうんうん、指定席で今回名古屋は指定席にするから。はい、うん、ありがとうございます。はい。だからそんなイメージでね、やるのにも、うん、あの非常によく使える本。まあ私が自分で読んでも出来がいい本だなと思いますよ、この本。うん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 。自分だって私もたくさん読むもん、時間術の本。でもない、この本はなかった。ないです、うん、まあ、ないから書いてるんだけどね。まあまあそうですよね、ありきたりなこと書きたくないですもんね、多分。そうだ、非常識だからね。あ、そういうことですね。そう飛ぶ常識、非常識の方だから、うんうん、だからね、名古屋のパーティーももうあと1週間じゃないですか。そうそう、あっという間。最後ね、58人になったのかな。うん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 、そこそこいい感じの規模ですよ。50人は超えたいなと思って、チャペルが70人マックスだから。あ、もう十分。うんうん、すごい。チャペルも埋まった感があるんでしょ、なんか58人とかだと結構。うん、すると、こうなんか、チャペルでの挙式とかやってないけど、挙式やった風な気分になる私みたいな。新郎いないけど。新婦だけ、しかもサックス吹いてるみたいな。うん、楽しみです。はい、楽しみです。映像は特に動画配信に対してお金を取ってないから、うんうん、あの画像の質がどうとか、なんかもうちょっとちゃんと編集してくれりゃいいのにとかいう声は別として、 Facebook の私のタイムラインで、あのダダ流しに流す予定なんで、うん、あ、そう、前回もそうでしたもんね、僕が参加させて。そうダダ流しで、あれお金取っちゃうとできないから、うんうん、私の方特にお金とか取らないで、その代わりど事故があろうと何しようと許してね、ただなんだからっていう感じ、うんうんうん、ではやってますけどね、うん、でそんな感じで楽しんでいただければなと思ってますので、もうワクワクでしかないですね、はい。いよいよ7月ですよ、このクソ暑い7月。いや、ほんと灼熱の死亡する7月みたいな感じ。いや、でも本当熱中症気をつけていただいて、多分これから外出ることも多いと思うので。そうですね、そうですね、うん、エチさんも岐阜から来て名古屋で死亡してないようにしてください。ああ、まあでも僕はね、近いんですよ。あ、岐阜の端っこの方なので、僕の住んでるの。あ、そうだ、言ってた、だから近いんだ。だからそこまで死亡にはならないか、うん、死亡にはならないですね。違う意味の死亡にはならない。ブヨブヨの死亡とか言うかもしれないけどね。そうなんで、中は涼しいはずです、うんうん、到着するまでがね、ちょいちょい大変かなと思います。はい、はい、楽しみにしてます。改めて、じゃあ最後にもう一回。そうはい、はい、ということで、7月6日私の誕生日、そんなにいらんって感じだね。私の誕生日に発売になります。いつも時間がないと悩みあなたに起こる感情時間術、多分ですね、書店ではもう受付か
合によってもしかしたら入荷されてるかもしれないですね、6日ってことは書店だったら。アマゾンが一応6日から発売ってことで今予約受付中で、かつ、キャンペーンも7月10日までやってますので、1冊買ってもセミナー聞けるっていうキャンペーンですね、はい、こちらの方ぜひぜひ、はい、あの皆さんで手に取っていただいて豊かな人生を過ごしていただければと思います。じゃじゃじゃん、はい、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。僕もおすすめです。はい、はい、ということで、はい、さあ、そうですね、今日はではあのね、なかなかトラブル続きでしたが、今日皆さん聞いていただきましてありがとうございました。ちょっと最後はちょっとキャベツかぶって終わりにしようかな。はいはい、じゃあ僕も最後パイナップル、最後最初と言いましたけどパイナップルキャベツとこの両面テープでトマト、両面テープだったんだ、両面テープでトマト、だって全然乗っかんないもん。あ、また大変。大変な。もうダメだ。もうコストマトが増えていく。はいはい、ということで、はい、皆さんありがとうございました。